張りさん押さえていて、はいはいはい、もうちょっと後ろで、そうそうマッスルミレニアム、はいさーい、はいさーい、今日はですね、はい、マッスルショットをやっていこうと思います。コミックもね、僕前回持ってたんですよ。マジ？だから自信あります。はい、じゃあロビンマスク、え、はい、正解ロビンサッポーナンバーワン、そうじゃあ早速筋肉マンマッスルショットやっていきましょう。はい、オープニング画面かっこいいですね。最近の筋肉マンの絵って感じで洗練された感じがしますね。まあ、筋肉マンは実は今60巻もいってるんですよ。60巻、うん、36巻じゃないの？36巻じゃないです。2世とか抜きにして、ただの筋肉マンは今60巻までいけるんですよ。38巻から新ストーリーになる、うん、その敵がこの画面下にいる現代寄りなキャラがこのかっこよくなった。そう上はですね、もう昔からみたいなですね、筋肉マンの。ちょっと原作の話をしたら、ね、多分ね、この動画パート83ぐらいまで長いっすね、うん、じゃあ行きましょう。それぐらい好きってことが伝わりました。そうはい、じゃあ行きましょう。マッスルショット早速バトルっていうのをやっていきましょう。まあいろいろ種類ですね。で、筋肉マンこれ一世の話、原作を振り返りながらプレイできるっていう感じです、うんうんうん、で、これ見てコミックみたいな感じ。あ、ほんとだ。これもうどんどん解放していくんですけど、超人オリンピックのね、戦いとかね、こう振り返りながらね、出会いとか漫画感覚で、そうだからね、筋肉マン分からない人でもちょっとストーリーをね、把握しつつやりながら、そう覚えていくと。で、今マッスルショットがすごい盛り上がってるんですよ。なんでだと思います？肉だからでしょ。そう、平成29年肉、はい、プラス12月29、最後の肉の日、すさまじく盛り上がってますイベントが。本気出した、本気出してますね。じゃあ早速どういうゲームかやっていきましょう。よっしゃ、始まりましたよ。来たかい？来たよ。お前に必要いいっすよ、原作でも。はい、じゃあ始まりましょう。イエー、あ、すごい、雑魚敵も原作に一緒に出てきたやつなんです。あ、そうなの、うん、そうダルメシアンだったかな、こいつ。はい、やるか、やりましょう。え、なんで遅かったから。ごめん開幕やらかしたよ。ごめん煽っていくスタイルで、ごめん CPU を。はい、じゃあ、おお、いきましたね。なんとでも一番今仕事したのはうちのネメシスだから。めっちゃやばい。やばくね、これ。やばいあ、ぜーポンあ、毒で死んだ。おお、やった、トロフィーだ。トロフィーはこれは進化素材に使えますね。こいつは貫通じゃないから。よいしょ、握手。今操作してるキャラ以外の他のキャラに触れると、そのキャラのね、特有の攻撃が出てくるんですよ、はい、で、今上の方に炎のロープみたいなのがあって、はい、ダメージ受けたりとか、ダメージ受けるギミックとかがあるんですけど、うん、それを無効化したり、逆にそれに触れたら回復したりとか、うん、そういうキャラごとの特性があるんですよね。だから今やってるステージが難しいなと思ったら、この公式で攻略ウィキとかがあるんで、はい、それでね、その自分が持ってるキャラと照らし合わせて、うん、相性がいいキャラ、相性がいいキャラで挑んでいくのもいいですね、うんうん、めっちゃうちの光る部分が握手。おい、おいいんじゃない、これは。ちょうどよかったよ。悪魔将軍さんが、あ、来ましたね。いや、まだこれボスじゃない、中ボスだね、これ中ボス。おーしこれいつの間にこれ攻撃技になったのかな。リモコン、わかる、わからない。めっちゃ回復した。シルバーも出た、有能で、ステージ内にあるニンニクを取ると、この数字が短縮されたりするんですよね、うん、で、牛丼を取ると体力が回復するんですよ。そうですね、これ人数多くね、敵ね、やばくね、これ大丈夫、いける。貫通じゃないから邪魔されたさあ、やべ、これ相手バチバチしてるじゃないですか。うん、必殺技を起こすんですよ。じゃあこいつから先倒した方がいい。そうなんですよね。おー、背中大丈夫。わあ、必殺技か。はい、そうです。マッキリー。めっちゃ痛っ。死んだから。あ、やった。なんか溜まったぞ。必殺技が使える俺次。無理って。無理って。ああ。おたわ。ああ。まだわかった。カジバのクソ力が出るかもしれない。え、そんなのあんの？そう、なんかこっ、あ、出なかった。ちょっともう一回やっていいですか？もう一回やろう。ちょっと、握手。弾けない。くそそう。ギリギリ、あ、毒で死んだ。じゃあこれ無事にね、倒せました。倒せました。まあね、ハイサイのね、タッグ力ですよ、これは。で、こういう感じでステージを、まあ、難易度高いステージとかがあるんですよ、まあ、イベントステージをクリアして、はい、超人取る方法もあるし、まあこういうガチャ、はい、超人玉っていうのを消費して超人を取るっていうのもあるんですよ、はい、じゃあいきます。
さあ出るのか。さあよいしょ。でこれね、金のカプセルが出たら最高レアの確定なんですよ。あ、まあまあ確定がしたからね。でこれ銀のとかから他の色からも金にね、このあと1回開いてる。あ、そういうなんか裏事情があるんですね。裏事情だよね。特別演出とか。特別演出こういう感じですね。あお、やってマコひとい。お、ウルフマン5。おおお、ソルジャーいいな。やったソルジャーいいな。やった黙らんかすぐるのね。牧師だからね。そうそう、牧師だから。ペンキつけてね。ザバッザバッバッて。はい、じゃあこんな感じでですね、はい、もうね、たくさん長寿も揃って、もう私はホクホクですわ。あの、まあ、こういう感じでね、ちょっと息ぴったりで、はい、もうね、大体勝てるだろうみたいな、うん、余裕だろ、余裕っしょみたいな。で、たけしがお前らのタッグの力見せてみろみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと呼び出しくらってるんですよ。多分プロレスするみたいな。二人ならね、もう一回なんで勝てますもん、ね、勝てる。行きましょう。じゃあ行きますか。はい、はい、ということで、アプリ終わって、ね、筋肉マンのゲームができたから、はい、プロレスもできると。ちょっと、うん、いい感じで、まあまあまあ、息も合ってたしね、うん、ちょっとプロレスを舐めてるんじゃないかなって思って。言うてもあれでしょ、選手たけしがいるんでしょ。まあ2対1じゃちょっと不利なんで、今日はちょっと俺が目をかけてる、うんまあ、選手、うん、じゃあ、うん、ちょっと呼んでみましょう、はい、出てこい。なんか来た、大きいのが来たんだけど。ガチのやつ連れてダメでしょ。まあプロレスダーサゲームしてたの、うん、なんかほのぼのプロレスすると思ったの、うん、ハイサイメンバーが、はいはい、うん、ガチやん。まあやるんだったらガチやらないと。、はい、2対1だったらいけんだよ。確かにいけそうな気がする、うん、プロレスなんだから勝負するぞ。じゃあ負けねえぞ。じゃあ早速やってみましょうか。やりますか。じゃあちょっと1対1だよ。ウルトラソウキさんのね、実力を見てから、はい、あーなるほど。さあ自信のほどはどうですか。ソウキさんには悪いですけど、なんか敵に塩を送ったって感じですね。あ、ちょっと意気込み聞いてみましょう、ソウキさんの。俺も実はマッスルショットやってるんですよ。ちょっと噛んだよ今。まあ、マッスルショット僕も大好きなんですよ。はいはい。あ、やられてると。もうこれも大好きだから負ける気はしないですね。あ、もうじゃあ同じ立場ということですね。そう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 、ゲームを経てこのリングに立ってると。でもね、はい、やっぱり筋肉マンのテーマといえば友情なんで、やっぱタッグ技には負けるんですよ。もう今から勝利宣言しておきますけど、はい、今日のウルトラ早期の敗因はタッグじゃないからだ。そういうことだ。なんだこれ、やらされてるか本当に。じゃあ早速やってみましょう。やっぱり最初から 2-1 はちょっとやっぱね、はい、スポーツマンシップに反するというか、うん、ハルオキが、うん、よし、じゃあハルさんが先手。ラウンド1。お、始まった。さあ、いけるか。ほらー、ペチンコ。デブだな。ほらー、お、すっ、大抵が。なんで倒れたでしょ。あ、効いてるんじゃない。おー、肉のカーテン。肉のカーテン。あ、来てる来てる来てる。おお、耐えた耐えた。黒耐えたぞ。お家に帰りたい。お家に帰りたいのお前。おっと、捕まってしまった。カットに入った、カットに入った。クローバーホルダー、ベルリンの最後。さあ、ボス戦クリアできるんでしょうか。マグネットパワー！クラス！おぉ！あぁ！おぉ！おぉ！おぉ！ちょっと効いた！ちょっと効いたぞ！マルさん、押さえていて！はいはいはい！もっと後ろで、そうそう！マッスル！ミレニアム！届いてないぜ！この撮影で一番痛い！効いてますね！まあまあ飛んでたよね、今は。おぉ！おぉ！これはドクターストップか、これ状況。はい、ということで本職にはかなわなかったですね。いや、でもなんかアプリをやってね、なんか技とか習得していろいろやってたからね。超人でもないし、人間だし。ジェロニモの前のやつだし、俺たち。アパッチのタケルもできないし。もうちょっとね、筋肉マンには程遠い感じですね、やっぱ超人とは。やっぱりこの勇気だけは叩いたいですね。この根性というか、やっぱりあれですね、はい、室内でマッスルショットやってる方が楽しいですね。マッスルショットではなんか特別なキャンペーンをやってます。平成29年
まあ、肉の年ということで、ね、最後の肉の日でもある12月29日から29日、それに伴って12月25日から翌年の1月15日まで特別なイベントをやってて、なんと29体の超人の中から好きな超人を1体選ぶ。好きな超人、そうだからね、もうこれを機にね、マッスルショットスタートダッシュ決めちゃいましょう。ウルトラ早期は排出されません。はい、ちょっとね、まだ知名度が足りないみたいですね。5万パワーズぐらいなんで。5万パワーズぜひね、マッスルショットを皆さん楽しみにやってみてください。では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。サムネ撮りです。待って、足が痛い足が痛い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 